コロナ禍のため3年ぶりの開催になります。この行列は高崎市役所、三郷支所からふれあい公園まで約1キロの行程になります。ありがとう。こちらが行列のゴールになるふれあい公園です。結構お店も出てます。ありがとうございます。
夜の部は夕暮れに合わせて腰入れ行列、そして野外劇へと進みます。本日は大変おめでとうございました。ご両家、ご親族、皆々様方の末永いご多幸をお祈り申し上げます。大変おめでとうございました。誰でも頼むぞ。うわ、嬉しいぞ。まあ、殿は近頃よう泣かれるのじゃ。嬉しくても悲しくてものう。父上も頼と南と新郎からお疲れなのでございましょう。何を言うておるか。さあ、およそ700年、35代続いた長野家はここに滅びたのです。剣の光、みつる里にまたよみがえる城の跡、福郎小平に泣きつれ、狐、乱肉の花に隠れすみ、この里の月清き秋の夕べかな。こうして箕輪の里の夜は更けてゆくのでした。この物語は狐の世界のお話ではありますが、この箕輪の里で昭和30年代前半まで執り行われていた婚礼の腰入れ行列、三三九度によります固めの式の一部を再現したものです。夢か誠か、残肉の宴、狐の嫁入り、これにて終演でございます。